こんにちは、進行役の霊夢です。生徒役のマリサだぜ。霊夢、さっき年表を見てたら小さく、都、の欄があって。それを見て改めて平安京が、千年の都、なんて呼ばれる理由がわかったんだぜ。そうね、マリサ、平家の時代に福原というところに遷都されていた時期が少しあったけど、794年に都となって以来、東京が首都となる1869年まで日本の都として機能し続けたね。でもその前の長岡京はたったの10年しかなかったな。平安京の100分の1でびっくりしたんだぜ。そうね、長岡京は建設中から色々あった曰く付きの都で、それが平安京に遷都した理由にも繋がっているから、今回はそれについて解説していくよ。よろしくなんだぜ。最近マリサも歴史について勉強しているみたいだけど、長岡京について何か知っていることはあるかな？そうだな、その点について教科書を読んだんだけど、建造責任者の藤原の種継が暗殺されたのと、暗殺の犯人として桓武天皇の弟の佐原親王が流刑になったということくらいしか書かれてなかったような気がするぜ。なるほどね、マリサ。そもそもなんで長岡京が作られることになったかなんだけど、それについてはまずこれまでの天皇家について考えなければいけないよ。これがこの頃の天皇家の系図になるよ。天皇に直接絡まないところは全部省いてるのと、作成の都合上兄弟順も無視してるからそこのところはご了承ください。二重線は婚姻関係だよ。ほとんど天武天皇の子孫が天皇になってるんだな。いいところに気がついたわね、マリサ。天智天皇が崩御した後、その子供の大友皇子が即位して光文天皇となるんだけど、その後天智の弟にあたる大天皇子が挙兵して政権を打倒、見事クーデターを成功させて即位、天武天皇となるよ。これが壬申の乱だな、有名なやつだな。そうだよ、余談だけど壬申の乱が起きた場所で約900年後に天下分け目の関ヶ原の戦いが起きているよ。系図を見てもらうとわかるけど、持統天皇や元明天皇は天智の子供にはなるんだけど、天武やその子供と結婚しているから。ここからは天武天皇の系統が即位していく時代となったよ。この後時は流れて48代聖徳天皇の時に道教の事件が発生、天皇崩御後に道教も廃されて、藤原北家左大臣の藤原長手や、四季家の藤原桃川によって天皇に擁立されたのが白壁王だよ。49代公認天皇となったよ。ここから系図の赤枠で囲んでいる天智系統に皇位が戻ったよ。そしてその子供が桓武天皇になるわけだな。そうね、ここでは天武系統から天智系統に皇統が戻って間もないということと、桓武天皇が天智系統の天皇だということを頭に入れておく必要があるよ。ここまでの天皇についてはなんとなくわかったけど、それが今回のこととどうつながるんだ。桓武天皇が即位した当初、都は平城京だったよ。平城京は元明天皇の時代にできた都で、聖武天皇の時に色々例外はあるけど、これまで70年以上都としての機能を果たしてきていたよ。さっきの話とつなげると天武系統の都ってことかな。そうよ、マリサ。まずは天武系統から天智系統に戻ったことを踏まえての遷都というのが考えられるよ。同じ天皇家内と入っても、政権が変わったっていうのを世に示したかったってことだな。次はさっきちらっと言ったんだけど、二代前の聖徳天皇の時代に道教という僧侶が暴れたよ。道教は聖徳天皇の寵愛を受けて、最終的には皇位まで狙ったもののそれは失敗。聖徳天皇の崩御と共に失脚したよ。他にも聖徳天皇の父親にあたる聖武天皇は奈良の東大寺に大仏を作ったりと、こんな感じで奈良の仏教は天武系統の天皇とべったりだったし、かなりの勢力を誇っていたよ。その奈良の仏教勢力の影響下から遠ざかるために奈良の外に遷都する必要があったということだな。三つ目は生活用水や運送の問題ね。これは単純に平城京では都の住人を支えるだけの生活用水や、運送経路を確保できなかったためだよ。それは人間としての死活問題だな。奈良ではなくて、生活用水に困らずに水運経路として活用できる大きな川が付近に複数ある場所として選ばれたのが山城国長岡であり、そこに長岡京が作られることになるよ。他にも色々な要素はあるんだけど、今回は割愛するよ。なるほどな、まあ遷都だから一大事業なのは当たり前だけど、桓武天皇にとってもかなり大きな思いのある遷都だったんだな。そしてここからは、マリサも言っていた藤原種継暗殺事件について解説するよ。785年9月に、長岡京遷都の責任者である、藤原式家の中納言藤原種継が、造営監督中宮でいられて暗殺される事件が発生したよ。
暗殺当時桓武天皇は留守にしており、その間の犯行だったよ。前月にすでに死亡していた大友のやかもちが首謀者とされ、多数の大友氏のほか、岸や佐伯氏といった有力貴族たちも連座して捕らえられたよ。大友のやかもちって万葉集の人だよな。こういうところでも名前が出てくるんだな。確かに大友のやかもちは文化人のイメージが色濃くついてしまっている人が多いかもしれないけど、大友氏は大和朝廷の頃から部隊を率いる氏族だし、古くから朝廷に仕える部門の家になるよ。ある者は斬首に、ある者は流罪となったよ。そして時の皇太帝である沢良親王も、事件に関与したとして淡路島に流罪となったよ。皇太帝が流罪になってしまったら天皇の後継ぎはどうなるんだ。もちろん沢良親王は廃太子となって、桓武天皇の息子である当て親王が皇太子となったよ。息子がいたのに、なんで弟の沢良親王が後を継ぐことになっていたんだ。立太子された時ですら当て親王は11歳だったから、桓武天皇と当て親王の中継ぎとして即位するためだったのではないかと言われているよ。流罪となった沢良親王は自分の無実を訴えて絶食して、淡路島への配慮中に亡くなってしまったよ。沢良親王のすごい意志を感じるな。本当に無実じゃないとここまでできるとは思えないんだぜ。沢良親王の最後の記載については、どんな本にも、憤死、って書かれるくらいだからね。でも実際は沢良親王が本当に事件に関与していたのかどうかは分かっていないよ。ここからは沢良親王有罪説と無罪説を一つずつ紹介していくよ。まずは有罪説から。冒頭で話した通り、今回の遷都には奈良仏教勢力から離れたいという思惑があったよ。それで沢良親王なんだけど、この人はかつては出家していて東大寺にいた人だったんだよ。しかも還俗後もたびたび東大寺は沢良親王に意見をもらっていたようだよ。まさかの皇太帝が遷都反対勢力の筆頭だった可能性か。そういうことだね。しかも大友のやかもちをはじめ、東宮坊関係者が多数連座していたよ。奈良仏教勢力とズブズブの関係である沢良親王は、遷都反対勢力として、自分と近い者たちと共に、長岡京建造責任者である藤原の種継を暗殺して遷都の妨害を図ったということか。そういうことだね。だから大きい枠組みで捉えると、この事件は奈良の仏教勢力による遷都反対運動の一環という見方ができるよ。そして次は無罪説だよ。さっきも言った通り、桓武天皇の息子である当て親王は幼かったため、中継ぎとして沢良親王を挟むことになったわけだけど、桓武天皇からしたら自分の死後に本当に当て親王に好意が巡るのかというのは不安要素であっただろう。確かに沢良親王が次は自分の息子を皇太子にするなんていう可能性も否定できないよな。いや、沢良親王は未婚であり、子供がいなかったからそれはないよ。でも沢良親王の子供がいなくても、貴族たちの勢力争いで何が起こるかわからない。そうだよな、実際自分の父親である後任天皇もそれで好意が巡ってきているわけだからな。そうなのよ、だからこそ桓武天皇からしたら沢良親王は息子を好意につけるにあたって邪魔でしかなかったよ。でも沢良親王を皇太帝にしたのは桓武天皇じゃないのか。いや、桓武天皇が即位したのは後任天皇の上位によるもので、まだ後任天皇は生きていたんだけど、その後任天皇の勧めで、桓武天皇の即位と合わせて沢良親王を皇太帝に据えたよ。父親の意向で後継ぎを弟にしただけで、内心では弟が邪魔でしかなかったということか。だから桓武天皇は遷都に反対派がいることを利用したよ。桓武天皇は藤原の種継の殺害を何者かに命じ、その罪を反対派になすりつけた。この流れなら東大寺と関係の深い沢良親王に罪をかぶせるのは容易だったんじゃないかと思うよ。それなら当然沢良親王は冤罪ということになるよな。必死の絶食も納得がいくんだぜ。でも結局この事件の真相はわからないままだよ。首謀者とされた大友のやかもちも亡くなった後だったしね。それでこの事件が平安京と何の関係があるんだ。この事件の後、桓武天皇の周囲で様々な異変が起きたよ。当て親王の病気、桓武天皇の母や妃たちの相次ぐ病死、疫病の流行、洪水の発生。これらの出来事は沢良親王のたたりであるとされ、たたりを鎮める儀式を行ったり、須藤天皇の称号を送ったりしたよ。結局明けの清麿らの進言もあり、たたりから逃れるために平安京への遷都を決定したよ。それが794年、泣くようぐいす平安京だな。そうね、長岡京遷都や事件からちょうど10年になるよ。暗殺事件があって、沢良親王が憤死して、その後に不幸が相次いだから、千年の都平安京が誕生したんだな。そういうことよ、マリサ。余談なんだけど、沢良親王の死後の出来事を沢良親王のたたりに結びつけるくらいだから、
桓武天皇には佐原親王に対して後ろめたさがあったんじゃないかとうぷ主は考えてるようだよ。確かに後ろめたさがなかったら、わざわざ佐原親王を恐れる必要はないよな。以上が藤原の種継ぐの暗殺事件についてと、平安京に遷都した理由の解説になるよ。マリサ、どうだった？平安京は794年と漠然と覚えていたけど、そこまでには色々な出来事があっただなんて考えもしなかったから、面白かったんだぜ。あと、794年の平安京遷都にたどり着くまでに、天智天皇のところからおさらいしなきゃいけなかったから、改めて歴史は流れが大切だということを学んだんだぜ。そうね、マリサ、歴史は壮大なノンフィクションドラマだからね。流れで見ていくのが大切だね。皆さんもマリサのように勉強になったと思ったら、高評価とチャンネル登録をしてくれるととても嬉しいです。ではご視聴。ありがとうございました。